こんな風に人体のこんな風に自然に男性のモデルの要素を足すことができるのである。これでポーズを決めるもよし、大まかな手のポーズをつけた後微調整するもよし、そしてこのライトの位置を変えるとあっという間に光源の位置が変わった状態での陰影をつけてくれるようになったのである。我は最果ての魔王ディープブリザードである。みなこんにちブリザードであるぞ。今回はついにアップデートがやってきたクリップスタジオペイントバージョン 2.0 の新機能の解説をしていこうと思うのである。新機能と一括りに言っても本当に今回は大型アップデートということで多数の新機能や機能の改善がされておる。そこで動画を前後編の2つに分け、前編の今回は新たに追加された機能を中心に紹介していこうと思うのである。具体的には 3D 頭部モデル、ハンドスキャナー、そして自動陰影機能、こちらの3つを中心に解説を行っていこうと思うのであるぞ。なのでよければ最後まで見ていただけると嬉しいのであるぞ。またこのチャンネルではクリップスタジオペイントに関する講座動画、新機能紹介動画などを多数紹介しておるので、興味のある方はチャンネル登録、高評価をしていただけると嬉しいのであるぞ。クリップスタジオバージョン 2.0 の絵を描く際の新機能を紹介していこうと思うのであるぞ。まずは一つ目、素材の 3D に 3D の頭部モデルが追加されたのである。こちらをレイヤーにドラッグ、もしくは画面にドラッグすることでこんな風に人体のより詳細なモデルが追加されたのである。これでこういう複雑な煽りや俯瞰の角度などを参考にしながら描くことができるようになったのである。とは言っても描く絵柄や作風、性別や年齢によってこの顔だけではうまく描けない、この顔だとあまり参考にならないと思ったものも多いであろう。そこが今回このアップデートで非常に優れた点だと言えるものが追加されておるのである。この頭部の 3D オブジェクトを選択している状態でツールプロパティを見ると、顔のブレンド、顔パーツ操作というものが追加されておる。まずは顔のブレンドである。顔のブレンドを開くことで、例えばこの右下にある男性モデルの顔のアイコンをクリックしてぐーっとパラメータを上げると、こんな風に自然に男性のモデルの要素を足すことができるのである。こんな風にもういかつい顔のモデルもぐっとなじませることができるのである。そしてこのリアル寄りの顔からアニメ風の顔や海外のトゥーン系の顔、デフォルメした顔に骨張った老人の顔も立つことができるのである。これはパラメータをこうやって少しずつ加えるということもできるので、自分の絵柄や作風に合わせた追加ができるようになっておるのである。もちろんそれだけではなく、下の顔パーツ操作という項目を開くと、このように顔パーツごとの大きさや位置、角度などを細かく調整できるようになっておるのである。例えばこの目の部分を選ぶと、目の上下、左右の大きさ、この目の縦幅や吊り目や下がり目、そしてこの目の彫りの深さというのも調整できるのである。これらを細かく調整していくことで自分の絵柄に近い頭部モデルを作ることができるのである。例えばこんな風に正面を向いている絵を用意しておく。それを不透明度を下げて、で 3D のベースをこういう風に同じ位置におおよそ配置をして、でこう目の上下の位置なんかを調整したりすれば、例えばこれがまあ我の絵に大体近いデッサン人形のモデルの顔になったのである。でこんな風に設定をしたら、素材登録をしておくと良いであろう。
これで名前をつけたら自分の素材の作ったフォルダーなどに保存しておけば、これで自分の顔のモデルに近いものを登録しておくことができるので、これで顔のモデルを作ったらレイアウトなどを決めて、ちなみにこのパーツ操作で顔の向きというのも選ぶことができるので、こんな風に首を上げたり下げたりした際の自然な首の周りのシルエットも確認することができるのであるぞ。これでキャラクターの顔周りができたので、これをベースにまずはキャラクターの顔を描いていこうと思うのであるぞ。これで大まかなラフが描けたので、顔のデッサン人形のモデルを非表示にするとこんな感じで、自分の絵柄に合わせながらも煽りや俯瞰などの描きにくい構図も簡単に描けるようになったのが分かったであろうか。では次に、これも 3D 機能で新たに追加されたハンドスキャナーという機能を紹介していこうと思うのであるぞ。ハンドスキャナー機能とは、読んで字のごとく 3D のデッサン人形の手をカメラに映した手を元に自動でポーズを取ってくれるという機能なのである。どういうものかというのを簡単に説明しよう。まず操作したい手をこんな風にクリックしておこう。手のひらや指どこでも構わないのである。この状態でツールプロパティの項目からこのハンドスキャナーという機能が追加されておるのである。こちらをクリックするとこんな風にウェブカメラが起動する。この状態でよいしょ。これな、魔王が燃えてきた人間の手なんだけど、このように手を画面に映すと 3D モデルがもうリアルタイムで反応しておるのがわかるであろうか。こんな風に手についているポーズをリアルタイムで読み取って 3D デッサン人形の手のポーズにしてくれるのである。こういったピースのポーズでもちゃんと反応しているのがわかるであろうか。こんな風に手の裏側を見せても大丈夫なのが面白いであろう。なので絵のポーズに合わせてこんな風に描いてみるとかなり正確に、そして細かく読み取ってくれるのであるぞ。これでポーズを決めるもよし、大まかな手のポーズをつけた後微調整するもよし、様々なことがより簡単に、特に難しいと言われているこういう手のデッサン人形などにもよく使えるのであるぞ。こんな風に以前紹介した優勝素材の手のモデルを読み込んで、このようにある程度手の配置などを決めたら、先ほどのハンドスキャナー機能を使ってポーズを取らせたら、これで難しかったり面倒であった手のポーズ付けが簡単にできるようになったのである。では先ほどの 3D 頭部とハンドスキャナーを使ったキャラクターの線画が下塗りまで完了した状態である。色塗りというフォルダーの中に襟や袖部分の模様と下塗りが塗られている状態、そしてフォルダーの外に線画が置かれている状態である。今回新たに追加され皆からも注目の高かった自動陰影機能について解説をしていこうと思うのであるぞ。自動陰影機能を使うためには色が塗ってあるフォルダもしくはレイヤーを選択している状態で、編集から自動陰影というのを選択することになっている。この自動陰影をより正確にするためには線画を描いているレイヤーを参照レイヤーに設定しておく必要がある。こんな風に線画のレイヤー部分に灯台のマークがついていれば良いのであるぞ。ちなみに線画レイヤーが複数に分かれている場合は
そのレイヤーすべてに参照マークをつけておくと良いそうであるぞ。では参照マークをつけたところで、改めて色が塗ってあるレイヤーをまとめたフォルダ、この色塗りと書かれているフォルダを選択した状態で、編集から自動陰影を選択してみよう。するとこんな風にもう陰影がついている状態になっているのがわかるであろうか。そして画面の左上に二重丸が表示されているのがわかるであろうか。こちらが自動陰影のライトの位置と強さを表示したものである。この外側の円を引っ張ると光の強さを調整できる。そして内側に寄せると光の強さを弱めることもできるのである。そしてこのライトの位置を変えると、あっという間に光源の位置が変わった状態での陰影をつけてくれるようになったのである。こんな風に下から当てるとホラーっぽいライティングも簡単に作り出すことができるのである。そしてプリセットにも多数も登録されておるのがあるので、通常、夕方、夜、朝、シンプルライト、淡い逆光で、はっきりとした逆光、ステージライト、カラーライト、ハイコントラストなど、様々な陰影が用意されておるのである。ちなみに今回はこんな風にちょっとカスタムした状態のものを使っておる。階調3と階調4が陰影になっておるが、この上の部分、黒くなっている部分、この階調1、階調2というのはハイライトとして使うこともできるので、ここに例えば明るい黄色を設定してあげれば、こんな風に光が当たった強さに応じてハイライトを作ることもできるのである。まあ、ただ今回はちょっと必要ないので、黒色にしておこう。黒色にするとスクリーンというのは無効化されるのである。もちろんこの合成モードも定山ではなく通常などにも変更できるであるし、追い焼きカラーとかオーバーレイみたいに変更することもできる。そして線画の影響度というところも調整すればより細かく調整することができるのであるぞ。ではこの状態で OK を押すと、色を塗ったレイヤーと線画のレイヤーの間に4つ先ほど出ていたパラメーターが表示された。トーン1、トーン2はハイライト用のレイヤーで使わないのでこんな風に黒く塗られておる。なので今回はこの2つのレイヤーは消してしまおう。残った2つが影のレイヤーと、もう少し濃くなっている影のレイヤーの2つが生成されているのがわかるであろうか。まあ、正直なことを言うと大まかな影付けとしては非常に使えるなとは思うのだが、こういう顔周りとかの部分の影をつけるには、線画や絵柄の合う合わないはあると思うのだが、ちょっと魔王の好みの影ではなかったりするであるな。ただこういう髪の毛や服についている陰影などかなり立体感に沿った陰影もついておるので、あとは好みで色味や形などを整えれば十分影の当たりとして使えるものになるのではないのかなと思ったのである。ではちょっとこの陰影を調整してキャラクターの影付けを仕上げてしまおうと思うのであるぞ。というわけで自動陰影から影の形や色味を調整したのがこちらである。割とベースの形や服の影なんかはそのまま使いつつ、髪の毛の陰影は参考程度にはではあるが、ちょっと手直しを加えてこんな風に仕上げてみたのである。そしてここにこの後仕上げ用のレイヤーを追加するとこんな感じになったのである。普段陰影を塗るよりも思ったよりは早く仕上げることができたので、この自動陰影機能使いこなせばかなり時短になるのではないのかなと思ったのであった。まだまだ追加されたばかりの機能なので、アップデートであったりとかこういう使い方があるよっていうのがあれば、それも参考により使いこなしていけれればなと思うのであるぞ。というわけでいかがだったであろうか。このようにクリップスタジオペイントバージョン 2.0 ではお絵描きがより簡単にそして楽しくなる機能がこんなに追加されておるのである。後編ではこれまであった機能に追加されたものや改善されたもの、その他
知っておくと便利になるバージョン 2.0 ならではの機能などを紹介しようと思うので、そちらもぜひ見ていただけると嬉しいのであるぞ。ではでは、なのである。動画のご視聴誠にありがとうなのであった。よければチャンネル登録、高評価、そして SNS のフォローなどよろしくお願いいたすのであるぞ。